はい、速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。今日はですね、3つのいつものね暗号通貨についてお話していこうかと思います。やっぱりね、2020年は暗号通貨を持ってなければ資産が本当にね増やせなかったと思いますね。私暗号通貨でこの2020年ぐらいね仕込んでいた暗号通貨がブレイクした年はなかったんじゃないかなと思うぐらいです。もちろんね、2017年18年に関しましてもかなりのね含み益を取ったわけなんですけども、まあ私利確がなかなかできないんでね、で一旦落ち込んだわけなんですけども、2018年、2019年と落ち込んで、でもその落ち込んだ時にまたねさらに落ちたからこそ買う仕込みをしておいて、他の資産構築の方でね上げた利益を暗号通貨に少しずつコツコツと突っ込んでいった結果、特に2020年の1月から2月あたりはもうね暗号通貨を買い増していったわけですよ。その BTC の方を中心に。で BTC はおかげさまで似たような考えの方がたくさん買っていただいたのと、あの BTC を使ったね詐欺商材っていうのが結構今年も出てるんですよ。でそれが結構売れてるみたいですよね。あの私もね一部41万1000円だけそれに乗ってしまったところがあるんですけども、でもねそれを大きく取り戻すだけのやっぱりね BTC の値上がり益っていうのがありました。要するに何かの投資案件を暗号通貨でやるときって同じ金額こっちでも暗号通貨を買っておくのがいいですよ。もうちょっと分かりやすく言うと、例えばね100の割合で資金投入して50をちょっと怪しい投資案件、もう50を BTC を買うだけっていうふうにしとくと、こっちで BTC が売れてるわけですから、こっちが詐欺でポシャったとしてもね BTC の価格ってのは押し上げられてるわけですよ。だからこっちが利益を取れるんで、こっちがポシャってもこっちがカバーしてくれる。41万1000円ぐらいは優にね取れてますからね。私なの9月ぐらいだったですかね、あのファイルなんとかっていうのが始まって、で私がねこれはすごく危なっかしい話であやふやだぞと思ったんだけども、まあ41万1000円を投入してみたわけですよ。おかげさまで十分の利益を取りました。ファイルなんとかが取れたわけではありません。ファイルなんとかはなんかよくわかんない状態になってしまってね、やっぱりなと思ったわけですけども、おかげさまで BTC はこの1週間ぐらいだけでも41万1000なんてもうオーバーするぐらい大きな利益を取っちゃいましたからね。まあ私のねお話はこのぐらいにして、あまりにも自慢めいてもいけないんでね、ただやっぱり私の方の暗号通貨の放送を聞いておけばやっぱその通りになってるでしょ。これね全部テクニカルでやってるんですよ。あのファンダメンタルみたいなどっかのね情報を見たりとか全然してません。例えば YouTuber さんがこれなんかこの暗号通貨今年爆上がりだみたいなの全く見てません。そういうんではないんですよ。テクニカルだけでこういうふうな予測をして皆さんにお話してるんですよね。まあですんで振り返ってみるとやっぱりそうなっていたよねっていうふうに考えられるでしょ。そしてテクニカルじゃないとしたら詐欺商材が売れるから、それはもうね詐欺商材を買う人に任しておいて相場はその人が上げてくれるから BTC 買って放置しときゃいいよって言ったのが今年の方針だったと思います。ということでね、 BTC は現在230万円を超えております。これね年が明けて2021年でしょ、これ300万の前後には乗るんではないかなって私考えてます。これもテクニカルです、ね、で FX のテクニカルも今日結局昨日京都でブレイクしてるわけなんですよ。要するにこのテクニカル FX でしっかりと確認した自分のテクニカルの理論をこの暗号通貨に当てはめてるだけですからね。そう考えると BTC っていうのは300万ぐらいかな前後に行くんではないかなと思いますし、それからね ADA 今16円から17円ぐらいですけども、こちらの方は2021年20円から30円に回復するというふうに私は考えてますね。場合によってはもっと上がると思いますけども、なぜなら ADA の計画は一歩一歩進んで後退がないからです。だから一旦上がると下がりにくいのが ADA なんですよ。しかも ADA ってそのプレセールの人が全く手放してないんですよ。ほとんど手放してないです。だから大量ホルダーが結構多いんですよ ADA って。だから下げの圧力っていうのが限られてますんでね、すごいなと思いますねやっぱりね。で XRP ですけども、 XRP はねおかげさまでねこちらの方も私の平均取得単価耐えただけありましたよ。確かにね20円とか25円みたいなところをうろうろしていて、私はもうね XRP は終わりかなと思っていたんですけども、でもね XRP はこれから来ますよみたいなね、よくわかんない、私から言うとよくわかんないような励ましがあって、まあそうかな、まあ今売っても別に欲しい金じゃないしということでほっといたら今ね回復して今現在61円ぐらいですか。でこれはだからやっぱり年が明けていくと70円とか75円台に回復するなと思いますし、これはね2021年度中に100円を超えるんじゃないかなと私は思ってますね。これテクニカルです。これもね、来年、XRP は100円前後が標準的な価格になるというふうに私は考えてますね。まあ、ですのでもう買い増しはしません。私 XRP 大量取得してますんで、ね、すごい買っちゃいましたんでね。皆さんの前で私あの買ったと思いますけども、日本円にしてまあ本当にねすごい金額ですよ本当に。
や、よく買ったなと思いますね。あの時はだから潤沢だったんですよね、あのキャッシュがね。今はね、海外に眠らしたお金が日本に持ってこれないんで、なかなか、うん、まあですからね、結構日本円はキツキツなんですけども、でも資産的にはかなり膨らんだのが2020年だったかなと思います。ということでね、私の個人的な資産状況をぼんやりとお話したのと同時に、あの暗号通貨のね、考え方、やっぱりテクニカルでさ、 FX の基礎講座、私この10月から12月までやってますけども、これを捉えてるだけで暗号通貨もね、バシッと買える時と買っちゃいけないタイミングっていうのが明確に分かりますね。で、それを裏付けるように私は今年1年暗号通貨の放送と FX の放送してきましたね。あの正解だったでしょ、ね、正解だったと思うんですよ。いや、これね、正解だって思ってくださいよ。これが見分けられないと、まず FX も暗号通貨も手を出さない方がいいってことになっちゃいますんでね。いや、私はね、本当にね、よくやったなと思います。 FX の理論理屈が暗号通貨に当てはまる、しかも暗号通貨の中でもイーサリウムとか ADA とか XRP とか BTC みたいなのには当てはまると思ったら、まあピタッとその通りでしたね。他の草コインはちょっとまだ分かんないです。あのちょっとした大口が買ったり売ったりするだけで相場崩れちゃいますんでね。だから多少の出来高は必要かなと思ってますね。ということで暗号通貨ニュース本日は以上です。なんかね、ぼんやりとしたお話になっちゃいましてすみませんでした。ただやっぱり私が考えた通り、 FX のテクニカルが暗号通貨の値動きにもきちっと利用できる、活用できるということなんで、 FX の基礎講座ね、まだ受講されてない方はお申し込みいただければいいんじゃないかなと思います。それでは失礼します。